はい、どうも秘密基地フェラメ創生ハッチーでございます。今回は POG2021 から22シーズンの、種付け数がね、おおむね20頭未満のマイナー種牡馬のね、産駒たちをいろいろチェックしていくことで、POG のヒントになるんじゃないかなというふうに思っています。今回取り上げるのはアポロソニック、アンライバルド、ウィンバリアシオン。アンライバルドなんかはね、結果がこう出てるような出てないようなぐらいだったから、徐々に種付け数減ってしまったとはいえ、結果出てないわけじゃない種牡馬。アポロソニックはね、アポロ軍団の中で、アポロキングダムが結果を出したけど、競争成績はこっちが上だぞってことでね、頑張ってほしいところ。ウィンバリアシオンはね、オルフェーブルのライバルだった馬、それだけにね、期待は本当は高いというところでね、青森で種牡馬入りしてね、ウィンバリアシオン、青森で種牡馬入りしただけに、繁殖牝馬の質どうなのかなと思いつつも、たくさん種付けしている中で、ピックアップをしていきたいなというふうに思っております。というわけで、まずはアポロソニック産駒ですね。マトリアルカの19、父アポロソニックですね。母父クリプティックラスカル、献身校が兄にいます。現4歳再世代かな。で、レパードステークスを買った献身校の、妹。お兄さんダートだったとはいえ、母父から言ってね、ダート傾向ある可能性は高いとはいえ、お兄さんもね、世代の重賞勝ちました。ユニコーンステークスでも構想したのかな、献身校。そう考えると、3歳春から期待ができる血統じゃないかなというのと、上も走ってるし、そういうレベルの牝馬が、アポロソニックに回ってきたという点で、比較的注目に値するんじゃないかななんていうふうに思っております。そしてですね、アンライバルド産駒はこちら、ルベルテュールの19、牝馬ですね。母父がザカリア、ザカリア産駒なんでね、多分フィガロとかとあのライン、サンシャイン牧場さんのラインなのかな。そうなってくると南関東デビューの可能性も結構あるっちゃあるんですけども、祖母シャルトリューズは、3着函館2歳ステークス、2歳夏からちゃんと結果を出している品系なんですね。ですのでね、このアンライバルド産駒の中では比較的、POG 適性がある血統かななんていうふうに思ってね、この辺も情報、いい情報出てくるようだったらチェックはしておきたいですよね。そしてね、あとはウィンバリアシオン産駒を3頭ぐらいいきたいと思います。マジックミラー号、だいたいね、馬が勝った時にはね、なんとか号のとかって言ってね、写真、表彰式とか名前出てくるわけですけども、これはい、マジックミラー号の、日本東京優秀を制しましたマジックミラー号のとかって言いたいですよね。それだけでね、ちょっと指名の価値があるんじゃないかなと思うところなんですが、母ネオシアリーズ、母父デュランダル、ネオシアリーズ覚えておきましょう。祖母北海セレスは重賞2勝の活躍馬、フラワーカップも勝ってたのかな、期間内勝ってたのかな確か。そう考えるとね、なおのこと期待が持てると思います。マジックミラー号、名前でね、ちょっと指名対象に入ってくる人もいるんじゃないでしょうか。そしてですね、ウィンバリアシオン2頭目はこちら、バーニングラブの19、母父スケターザゴールドのボバですね。これね、結構金額的にも八戸市場の、ウィンバリアシオン産駒の中では高額になりました。620万円、犬塚裕次郎氏ということで、多分 JRA でデビューするでしょう。前傾のドスハーツが JRA で2勝を挙げてるんでね、それにおまた勝るとも劣らない結果を残してくれれば十分かなということで、落札価格がそこそこ競り上がったことを考えても出来自体はあると思います。なかなかいいんじゃないでしょうか。そして最後ね、ウィンバリア仕様の3頭目、今回の合計5頭目がこちらになります。ローズプリンセス、牝馬ですね。母がローズカスケード、母父がシンボリクリスエス。ローズカスケードの品系で遡っていくと、その兄だったかな、ローズキングダム、朝日杯フューチュリティステークスを勝ってね、ジャパンカップは繰り上がりでしたが、ブエナビスタの2着からの繰り上がりで優勝した馬がいるというね、血統で、要はね、バラ一族ですね。バラの名前を一応引き継いでいるバラ一族という点で、バラファン
この辺はね期待が持てるんじゃないかなというふうに思っております。まあですのでここまでね5頭のご紹介ということになりましたが、ウィンバリアーシオン3区で中心に紹介となりましたが、今回もいかがでしたでしょうか。またねよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。